釣りファンの皆様、こんにちは。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今回はですね、 P1 号とリーダーね、30ポンドで P とリーダーの結び方やるんですが、編み込みとかね、 FG とかが非常に苦手な方とかね、あと PR ノットのような器具とか、ね、使いたくない方、そういった方向けにね、非常に簡単に結べる結び方ご紹介しようかなと思います。しかもね、強度がねある程度出ます、オールブライトの隣にはね出ますんでね、ちょっとね結んでみましょう。オールブライトノットってのは、10秒ノットと言われてるものなんですけどね、やってみましょう。まずね、リーダーにねコブを作ります。コブのね作り方は8の字結びでよろしいでしょう。輪っかを作って、でぐるっと外から回してね、半周したら輪っかの中からはいですね、こういうコブを作ります。でそのままね一回結んでください。こう強めにね結んでいただいて、ここね歯で噛んでいただいて、ぎゅっと結んでいただいても結構です。ぎゅっと、そしたら根元で、まあ、1ミリぐらい残してね、カット8の字結びですね。で団子を作った団子結びみたいなね。じゃあね、ここの結びのところの止めますんでね、ラインをね、 P ラインを15センチぐらいリーダーに沿わせていただいて、折り返して、ね、輪っかを作ります、ね、重ねて折り返してね、輪っかを作る。でこれね、ぐるぐるって巻いていくんですが、このね、巻くときにですね、なるべくね、早く済ませたいんで、巻きをね、巻き数を少なくしたいんで、P ラインをね、ダブルにします、この人。ダブルにして、沿わせてね、ダブルラインを折り返して、で、これでね、10回ここに巻きます。この輪っかの中に入れるだけなんですが、1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回。で、10回入れていただいたので、こっちのね、P の本線の方、こっちをね、こっち右の方で引っ張って、ゆっくり、ね、引っ張っていってください。で、ある程度、ね、形ができたら、ここでちょっと、ね、椿で湿らせていただいて、そのまま、ね、ゆっくり、ね、また締めていきます。で、これ、輪っかになってますから、締めやすいですから、くっついたら、P 同士をね、ぎゅっと色が変わるまで締めていただいて、温泉同士をぎゅっと引っ張って、あとはね、いらないラインはすべてカット。これで完成なんですが、ちょっとね、コブがね、大きめに、ね、なりがちなんで、トップガイドより、ね、先出して使われるので、おすすめさせていただきます。という結び目になるんですが、ちょっとこれね、パワーをね、お示ししましょう。非常にね、簡単で、編み込みとかね、やりづらいとかね、風とかでできないとか、そういう場合とかね、まあいろんな場合で、苦手な方いらっしゃると思いますんで、ね、船酔いしてできないとかね、そういう時にね、
ある程度パワー出せるんで、緊急需要にね、ご紹介したいと思います。テストボンド00ね。でゆっくり引っ張っていきますから00。13ポンドぐらいいきましたから、だいたいね、10秒ノットと、ね、同じぐらいパワーが出てると思います。切れたやつはどこかに吹き飛んで来ましたが、ちょっとね、あ、これかな、ちょっとね探してきます。あ、ありました。もうリーダーもね結構よれてる。結び目自体はねまだ残ってる。中から引っ張り出されて切れてる感じですね。そしたらね10秒ノットの方ね、ちょっと組んでみましょう。で、比較検討できると思いますのでね。10秒ノットの場合はね、細いラインだとね、抜ける可能性が非常に高いんですよね。ちょっとやりやすい。まあ、10秒ノットね、されたことない方も、ね、いらっしゃると思います。一応、やり方だけお見せしておきます。リーダー2つ折りにして、でまあ、入れる方法も入れない方法もあるんですが、でここを押さえていただいて折り返してね、ここに10回巻くだけなんですが、10回だとね細いラインだと抜けますんで、20回ほど巻いておきましょう。本線と一緒にね、3回巻いておきましょう。これでね、すっぽ抜けることがなくなると思いますんでね。で、ここをちょっと椿で湿らさせていただいて、ゆっくりね、締めていきます。ハーフヒッチ、まあ、エンドノートしていこうかな。ハーフヒッチしてからエンドノート最後のほどけ防止の2回のハーフ、輪っかに2回通したバージョンで、キュッとで、本線を締めておきましょう。Pはちょっと長めにで10秒のってね、これで比較してみましょう。これも8の字結びをしてパワーの方でお示しさせていただきます。
よいしょ。先ほどとね、同じようにじわーっと引っ張っていきますから。テストボンド00。8いくつかな、まあ、大体同じぐらいだと思いますが、まあ、どちらかね、簡単な方、緊急中にね、おすすめしたいと思います。以上、今回ね、編みづらい、編み込みとかね、FG とかやりづらい方用、オルブライトもね、これもやりづらい方用にね、ちょっと結ぶだけの方法をご紹介させていただきました。じゃあね、皆さんね、またお会いいたしましょう。チャンネル登録。よろしくお願いします。改めまして、さよなら。